皆さんこんにちは、こんばんは。心リンゴゲームズのビッグンです。つむつむの実況やってきます。よろしくお願いいたします。さて、まさかすぎるガチャが来ました。その前にまずこちらご覧ください。無課金でやっております。よろしくお願いいたします。そしてもう一つ、スチャンメガネ買わせていただきました。ありがとうございます。でね、まあ、他にもいろいろ言いたいことあるんですよ。この前のね、4時間の生放送、ほんと皆さんありがとうございました。めっちゃ好評いただいてるんで、またね、ハートに余裕ができたらやりたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。そしてこれですよ、この新ツム。まさかこのタイミングで、まあ教えてもらってたんですよ、この子ら来るよっていうので。多分新年に来るんじゃないかと思ってたんですけども、まさかのこの年末にやってきました。チップ&デールで、どうやら中島健人さん、菊池風磨さんやったかな、セクシーゾーンですね、あのジャニーズのセクシーゾーンの方が出てる CM、うん、に、あ、CM 出てくれたみたいですね、多分セクシーゾーンの二人が。で、それでアイドルチップとアイドルデールと。でね、内容がまた良くて、ステージでスポットライトが当たっているチップで、フィーバーが始まり、縦ライン上に積む消すよ。で、デールの方は、フィーバーが始まって横ライン上に積むを消すようなんですよ。これはね、かなり強い。やっぱフィーバーが始まる系はかなり強いんで、ぜひ、ゲットしましょう。てか、このタイミングマジで皆さん、びっくりしましたよね。で、今回ね、多分、新年にも絶対、すごい積む来るんで、てか、何来るか、あれ、ね、あの、ログインボーナスみたいなんで分かってると思うんですけども、だから、今回は出たら終了にさせていただきます。まあ、出るまでは引きます。なので、地獄を見る可能性もあるんですけども、よろしくお願いします。ドン行こう。セクシーゾーン。セクシーゾーンね、僕ね、実はごめん、あんまり知らないんですよね。僕ね、ジャニーズ今一番好きなのは、いや、こんなこと言ってんかな、関ジャニ∞が好きなんですけども、あー、おお、マジか、関ジャニ、やりすぎかもしれんけども、フィーバーガジュアル縦ラインのつぼけですよ。息やりがった、ありがとうございます。マジで今俺関ジャニ∞の話しとったけど、ええんかな、セクシーゾーン的には。まあまあまあ、先輩ってことでええんかな。では2回目いきましょう。これは嬉しいぞ、来い。あ、じゃあ来い。これは次はふうまさんか、あ、違う、ふうまさんじゃない、これはおばちゃんが来た。ジョーという名のおばちゃん登場、ありがとうございます。では3回目いきましょうか。どんどんいきましょう。さあ、地獄はさすがにミント思うねんけどね、どうなんやろ、来い。あ、これはおじさんだよね、さっきおばちゃん来たから次おじさん来てくれました。さあどんどんいきましょうか。さっきよ、そうでね、あの関ジャニ∞の話になるんですけど、あのね、お昼かな、日曜のなんかにやってる番組が、これは息子、かなり面白くて、特にね、あの英語のね、英語の伝言ゲームみたいなのがあるんですよ。英文をどん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 伝えていくっていうね、メンバーので、間に外国の方も本物ね、英語喋れる方を交えて伝えていく、あの伝言ゲーム的なもんがあるんですけど、企画でね、関ジャニ∞の、もうそれがめちゃめちゃ面白くて超おすすめです。ごめん、セクシーゾーンのこれスムやのに全くセクシーゾーンの話してないで申し訳ないんやけども、あの関ジャニ∞の番組ね、バリバリにおもろいんで、ぜひおすすめいたしましょう。これどっち、やった、終わってもうた、セクシーゾーンの話全くしてないけど終わってもうた。ありがとうございます。かっこいいね今の、え、終わってもったんやけど、どうしよう、あと2回いきましょう、あと2回引かせていただきます。というわけで、そうやね、最後にじゃあゲストに引いていただくんで、ここでもう1回私引かせていただきます。どうせやったらレベル2にしたいよね。さあ頼むよ。ケントさん、ケントさん狙います、来い。ドラ、おお、ケントちゃん、これもしかして、もしかしてケントゲットした？ごめん、呼び捨ては怒られるかもしれん。じゃあケントさんで、次はフーマさん狙いましょうか。では最後にゲストに登場していただき、していただきます。よろしくお願いします。ちょっと仕込ましていただきます。少々皆さんお待ちください。よいしょよいしょよいしょと、 OK ですね。ではゲストの方はこちらでございます。ドド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 、なんとメガネスヌ様でございます。めちゃめちゃ似合っております、かわいい。というわけでスヌ、なんとかなんとかメガネを支えつつ
ガチャをしていただきます。この子にね、この子がガチャを引きます。今回メインで多分狙ってくれると思います。というわけで、風魔さんの方ごめんなんかな、ごめん名前間違ってた、ほんと申し訳ないと思いつつ、ではすぐにラストガチャ引いていただきます。いくよ、せーの、こい、メガネ、頑張れ、落ちんだ、おら女の子か、やっぱりねえ、よくなりすぎて女の子の顔はっきり見えたという、そういうやつかな。ありがとうございました。タタタタタタ、めっちゃ頑張ってたな今のメガネ。というわけでもう一回引こうか。なんかね、レベル2にしたいっていう、なんか紫の方レベル2にしたいから、もう一回だけ引かせてもらっていい？結局何回も引くっていう、ようわからんガチャなってますけども、来い。ああ、女の子俺も大好きやねん。これもう一回引かなあかん流れ、もうちょっと面白い感じになったら終わるっていう、そういうガチャいきます。面白い感じか綺麗に終われば行く、そんな感じでいきましょう。せーの、面白いの来い。でい、あー、面白いような、面白くないような、緑のスライムゲットでございます。ありがとうございます。というわけでもう一回かな、もう一回これ引かなあかんよね。さすがにね、今のはちょっとさすがに緑のスライムで納得する人いるかっちゅうとはいないやろ。さあ行け、ドン、来い。やー、全然もう全然みじんこも面白くなかったね、今のは。スクランプに申し訳ないが。今のは面白くなかったから、頼む。頼む。え、チップ、デールやね。多分デールの方やね。そうやね。デール、ゲットしましょう。来い！いけ！それもスヌと一緒で。女の子大好き。そういうオチでどうでしょうか、皆さん。ダメ？いや、さすがにね、来年に残さなあかんから、でも最後にもう一回だけ、今の面白かったから最後にもう一回だけ引いて、これで終わろう、もうこれでどういう結果になろうと終わる、そんな感じのガチャ動画でいきます。よろしくお願いします。せーの、こい。終わるか。いや、もう一回できるか、もう一回だけ。これでもね、こんなことしてたらあかん、これでも終わる、もう絶対終わるから、みんな安心してね、これ絶対終わるから。ラストガチャ、せーの、来い。ポカホンタス、女の子しか引いてんねん俺、女の子しか引かない、そういうガチャでございましたが、まあ先ほど言った通りこれで終わらせていただきます。皆さん、ガチャのご視聴ありがとうございました。こっからね、ゲットしたツム使って遊んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。楽しんでくれたらぜひ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。いやー、でもよかったね。この子が2になって、こっちが1やね。じゃあ、とりあえず、まあ、同じような感じやねんけど、チップから、行きましょう。いやー、よかった。とりあえず、まあまあ、早めに、ゲットできたのは、本当に、良かったと思いますね。さあ、曲がね、おしゃれなんで、それを見ていきましょう。そして、フィーバーした時も気になるよね。あ、ええやん。めっちゃええな、これ、やっぱり。おしゃれ。かわいい。むっちゃかわいいやん。やべえ。相当にかわいいぞ、これ。で、多分、これで、そのさっき言ったセクシーゾーンのお二人さんと一緒にコラボしてる CM みたいなのが、多分今流れてんのかな？多分そうやと思う。ちょっとね、なんか僕、あんまり情報、これ知らなかったんで、なんかね、間違ってたりしたらね、ぜひ教えてほしい。かわいいなぁ、これ。めっちゃええやん。で、曲、やっぱりなんか、フィーバーの曲になると、どうしても、スーパーっぽくなるよね。めっちゃ振ってるやん。青いサイリウムめっちゃ引いてるやん。アイドルやな、でもアイドル活動めっちゃ頑張ってるやん。アイドルといえばね、僕あれも一応見てるんですよ。またごめん、セクシーゾーンと関係ない話するんですけど、アイマスのなんか男版、あれはね、ツッコミどころしかまあないっちゃないんですけども、まあ、ツッコミ、うん、自分でなんかテレビに向かってツッコんでる瞬間ってあるじゃないですか、あの寂しい瞬間ね、あれに耐えれる人はね、ぜひ見てください。もうね、ツッコミどころしかないんで、アイドルマスターの男版あれね、超絶おすすめいたします。で、そろそろセクシーゾーンの話せなあかんと思ってんねんけど、セクシーゾーン一応ね、僕ね、サイト行ったんすよ。でもね、
誰一人顔が分からなかった。なんかよくあのハガレンとかに出るあの人はまた別やんね。ハガレンの主人公とか、あと何やったっけ、なんか最近ドラマでやってるのといえば、なんかねどうしても事件の現場に行ってしまう、でも素人なんですよ、素人なんですけども、なんか知らんけど事件の現場に出くわしてしまう探偵みたいな、そんなドラマがあったと思うんですけども、それに出てた、もしかして知ってる人に教えてほしい。それもでも山田なんとかくんかな、ちょっとねはっきり分からへんけど、それに出てた人が出てたような気もせんこともない、泣きにしもあらず的な、してます。あれねなかなかね面白かったんですよ。あのコナンくんみたいな設定で、なんか知らんけどもよくその事件の現場に出くわしてしまう主人公みたいな、そんなんがで、ほんで他のね3人でメンバー3人でその主人公が3人みたいな感じなんですけど、3人ともねそのジャニーズの人たちやねんけど、あれじゃあセクシーゾーンかな、あの3人ともあんま知らんもんね俺。いやーそれともあの剥がれてる人かなさあ行きましょうか。でこれ横やんね。あ、ちゃんとサイリウムが紫になってる。俺その辺のチェックは怠ってないんやけど、ちゃんとこのチェックンデールか、デールの方はちゃんとデールが主人公なんでなってますね、紫に。いやええやんこれも、かね、どっちかっていうとでも縦の方が使い勝手はいいのかなこれ、うん、あ、そっか、よく言ったチップンデールで消去ってあんまないよね。だいたいいつもその相方を呼んでくるみたいな、そういうスキルやったから、これはかなり珍しいで、やっぱかなり使い勝手いいよね。で、フィーバーに 100% 入るっていうのは、これね、絶対ね、その、何やったっけ、そこは他に、そのフィーバーに入るっていうツムを持ってない人は、ぜひともね、これね、ゲットを目指してほしいですね。イベントでめっちゃ重宝するんですよ、この、フィーバー何回入れっていうのが。あってよくイベントね。でね、ここでスキル使うとこれもねフィーバー入ったカウントになるんですよね。これすごい特権で、このフィーバー入るスキルスムの特権で、今のもフィーバーに入ったことにカウントしてくれるんで、フィーバーにね例えば8回入れとかいうすんげえ難しいの来たとしても、これもね1回プラスされるから、まあ要するにスキル8回ぐらい使ったらクリアできるっていう感じになるんでね、めちゃめちゃねこの子系のスキルはおすすめなんで、今ね、まだそういうの持ってない方は、ぜひゲットしておいてほしい。そして、やはり、セクシーゾーン。この、二人が、セクシーゾーン二人じゃないけど、セクシーゾーンが好きな方はね、ぜひぜひね、このツムをゲットし、かわいいな。ちょっとね、ツイッターとかでもね、ツムツムって検索したらね、やっぱね、めちゃめちゃみんなつぶやいてた。なんかこの二人、コンビで、なんか呼ばれてるみたいなんですよね、この二人。例えば、あれで言うと、テゴマスみたいな感じで、なんか呼ばれてるっぽくて、あ、何々の二人がツムツムに来た、これは久々にツムツムやらな、みたいな感じで、つぶやいてる人結構多かったから、これはね、やはりね、ゲット皆さん、目指してみるべきではなかろうか。なんかね、呼ばれてんこの二人の名前。ちょっと後で調べよう。今から調べよう。調べてまいりました。フーマさんとケントさんでフマケンと、呼ばれてるみたいですね。テゴマスみたいな感じなのかな、ちょよくわからへんねんけども、まあ、そんな感じでね、この子たちね、ぜひ皆さんゲットを目指して、ツムとしてもね、かなりあのイベントでね重宝するツムやと思いますんで、ゲットを目指してください。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして新年はね、おそらくログインボーナスでも出てるあの穴駅のツムがおそらく来るんじゃないかと思ってるんで、それもゲット目指しますんで、よろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみに。心リンクゲームズのベイ君と、そしてメガネスヌ様でございました。似合ってます。バイバーイ。シュイーン。メガネのおかげでめっちゃみんなの顔見えてまして、みんな可愛いしかっこいいな。ほな、シュイーン。